変だったな、朝日のやつ家出なんてしちゃってさ、いろいろ悩んでたみたいだったしな。でもあいつは俺たちの大事な妹だ、それは変わらないだな。それよりもあの三剣崎だよ、どうやったか知らないけど朝日もなんか懐いてるし。初にってさ、朝日が彼氏とか連れてきたら絶対認めないタイプだよね。朝日に彼氏だと？お兄ちゃん聞いてないぞ。例え話だよ、めんどくさいな。後悔先に立たず、腹水盆に帰らず、食べきってしまったお菓子は戻らず、私がなぜこんな場所で一人きりでいるのか、それを知るには私に起こったある事件について語らねばならない。事件の発生は10月31日の朝だった。なに！？大御所様に間違えてパーティーの日程を伝えた。しかももうすでにこちらに向かっている。うわ、どうしたどうした。銀河系の宇宙人たちが一堂に会する大慰労会、この日だけは戦いをやめ苦労をねぎらい合う年に一度の大切な宇宙行事である。それが昨夜無事に終了したはずなのに、なんとかして宇宙人を集めなくては。待てよ、今日地球ではハロウィンという仮装祭りをやるそうだな。ビグモン、こうなれば強行手段だ。だただそれは希望、君の勇気それは未来、守らなきゃ全部宝物。僕の声と君の声が重なり合えばきっといける。乗り越えろどんな戦いだって、今もっと強く羽ばたくための物語、決して絆を諦めない。この瞬間起こった奇跡、きっと嘘じゃない。決して明日も諦めない。繋がり重なる未来へ、ウルトラマンドゥーブ。ハッピーハロウィン、ハッピーだ。決して絆を諦めない、この瞬間赤を抱き。究極の力が今ここに。ゆらみクリスタル、ルーボジャイロにセットして変身だ。ウルトラマンルーム、さらにルーム降臨と連動、2つの必殺技を繰り出せ。最強なりきりセット、セット決定。ウルトラマンルーム、お色に染め上げろ。ルームクリスタルをセット、レバーを引いて変身だ。さらに怪獣クリスタルも、デラックスルームジャイロ、そしてオーブリングネオでオーブダークに変身。ルームジャイロにセットして必殺技だ、デラックスオーブリングネオ。ウルトラマンライブピースオブジアース、歌とバトルの白熱のステージ、最新最強ヒーローをみんなで応援しよう。ウルトラマンライブで検索。バトンは火、グレンの炎、バトンは水、本的の海。ウルトラヒーローズエキスポ2019、エキスポに泊まれ。東京ドームシティ。恥ずかしいよ。
まさか朝日のお兄ちゃんが拒否るとはね。すみません、ハロウィンイベントってことでお店借りれると思ったんですけど。今から別の場所探すのもな。なんか動いた。これご自分で作ったんですか？待って、全然お客さん来ねえじゃん。これな、朝日たちにここ貸してあげてもよかったんじゃないの？ハロウィンだからって日本人がバカみたいに騒いで、みっともないよ。だいたいハロウィンっていうのは、はいはいはい、ハロウィン胸が高鳴るな。さて、ナウナヤングにコレクションを提供する時がやってきた。見ろ、ハロウェイウェイなパリピにハートをキャッチ。ここ、あの方のお家なんでしょうか？行こう、行く、なんだよ、もう宇宙人の代わりを連れてきた？そんな簡単に人間呼べるわけ、本当に連れてきた！よくやったぞ、ピクモ。髪型超ガチガチなんだけど。超ハイクオリティ、メロっぽい。メロ、メロってなんだよ。すごいね。ちょっとやめて、こっち向いちゃう。あ、いや、やっぱりやめないで。すごい、ね、私はダダ、そしてこっちはピグモンと、私たちのパーティーへようこそ。昨日もやったけど。パーティーと言っても肝心の準備がまだできていないのだんだ。昨日もやったから。私たちもちょうどパーティーする場所探してて、こんなに素敵な方々とパーティーできるなんてハッピーです。あ、もう一人誘いたい人がいるんです。ツルちゃんって言って。ちょうどよかった。私も君と話したいと思う。鶴ちゃん、どうしてここに？超イケてる系女子じゃん。何、朝日、どこでこんな綺麗なこと知り合ったわけ？競争的にしか物事を見られないとは。憐憫の字を禁じ得ないの。憐憫？はい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 、はいと。まあ何はともあれ、参加者が増えて喜ばしい。それでは早速パーティーの準備だだ。あー、やっぱり来た、カツニ来た。近くの森に向かってるみたい。お客さんか？じゃあ父さん、店番よろしく。おい、ちょっと待てよ。おい、ちょっと待てよ。おい、おい、あー、お客さん来たんじゃない。あー、カツニ、俺たちの活躍がブルーレイで見られるらしいぜ。イサミ、それに豪華特典もついてくるらしいぞ。これは手に入れるっきゃないな、カツニ。ウルトラマンルームブルーレイは11月22日発売。俺色に染め上げろ、ルーム。ウルトラヒーローズエキスポ2018ニューイヤーフェスティバル、東京ドームシティプリズムホールで開催された大迫力のバトルステージが DVD に。ウルトラマンチード、朝倉陸、伊賀栗レイトも出演。みんなの応援が奇跡を起こす。陸と一緒に運命を切り開こう。ウルトラヒーローズエキスポ2018、起こすぜ奇跡。バトルステージ DVD 好評発売中。俺の師匠、ウルトラマンレオがブルーレイになって登場だ。あの厳しかった師匠もこんなに努力してたんだな。ウルトラマンレオブルーレイボックスは12月21日発売。
日米合作アニメ作品ウルトラマン USA ブルーレイ発売決定。35ミリネガフィルムより HD 化、さらに通常の日本語吹き替え版に加えて英語版も初収録。ウルトラマン USA 好評発売中。君にはどんな能力がある？兄たちが力を持つならば君にあってもおかしくないだろう。私は超絶普通の JK ですよ。ただお兄ちゃんたちがウルトラマンってだけで、これ普通じゃないですかね。不思議なものだな。我々より親しい兄弟に見えるのだが。鶴ちゃんにもご兄弟いらっしゃったんですね。ずっと前に戦いに負けて星になった。本当の敵は無能な身内、身内の失敗は身内が正す。ねえねえねえ、見て見て、これかわいいでしょ、ウケるでしょこれ。いやいやいや、気に入ってくれて何より。それでは君たちも変身だだだだ。うん、グッド中心らしくなっただだ。私がこんな格好などしなくてもいいのだが。せっかくだし、みんなで撮りましょうよ記念写真。いいね、撮ろう撮ろう撮ろう。はい、チーズ。こんなでけえバイブさ見たことねえよ。軌道計算だとこの辺に来るっぽい。この辺りに民家は。急いで避難するよう言わないと。ああ。鶴ちゃんの選んだライトがグッと良くしてますね。そうか。鶴ちゃんはあれですか、世界を征服する的なあれですか？そんなことに興味はない。じゃあ救うってことですか？それならお兄ちゃんたちと一緒に頑張ればいいじゃないですか。私たちのミスに君たち兄弟は関係ない。でもお兄ちゃんたちもみんなを助けたくて。関係ないと言ってるだろ。わからないのか。関係終わりですってば。協力すれば普段できないことだってできます。これだって二人で作ったから素敵にできたんじゃないですか。もしかしてお兄ちゃんたちに頼みづらいとかですか？大丈夫ですよ。言いづらいことは可愛く頼めば大抵通りますから。は？お願い、かずみくん、いさみくんで、ハッピーハロウィーンとかもつけちゃいましょう。スマイル付きで。そんな知能の低い。そんなこと言ってもダメです。授業ならはスマイル。お願い、かずみくん、いさみくん、ハッピー。ここだ。朝日、なんでここに。ミツルギ、お前の仕業か。だとしたらどうする。もうツルちゃん、そんなんじゃないです。だってここにすっげーバイブス派が。私たちハロウィンパーティーをしたかっただけなんです。あの方たちが招待してくれたんですよ。おお、いらっしゃい。うわ、なんだあいつら。ツルちゃん、ツルちゃん、おちょ待って。おい、赤いのいた。ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ、詳細はウルバトで検索。バンダイナムコ。ウルトラマンの主題歌を収録したヒットソングヒストリー最新作が登場。ここでしか見れないドラマパートも収録されるぜ。ウルトラマンヒットソングヒストリーニュージェネレーション編好評発売中。君もお家で一緒に歌おうぜ。ウルトラマンフュージョンホワイト、君のカードで染め上げろ。いくぞイサミ。オッケー、決めるぜ。俺たちの必殺技、ウルトラマンフュージョンファイト、ブームの絆。まとうは火、グレンの炎。まとうは水、コンペニーの海。つぶらやプロダクション LSS 監修、本物そっくりで自由に動く大人のためのアクションフィギュアシリーズ、SH フィギュアーズウルトラマンルーブ、始めます。
シリーズ続々。鶴ちゃん、鶴ちゃん、私、鶴ちゃんと一緒にパーティーしたいです。帰らないで。あんな素人ウルトラマンと一緒にいる気になれない。んーな、ウルトラマンがいたって気にするな。え、ウルトラマン、ダダさん、あ、あいつらウルトラマンなのか。あ、ダメダメダメだ、ウルトラマンだけはダメなのだ。 UIQ もうまくいってたのに、あと少しでパーティーができたのに。この瞬間、私の中で何かが切れた。ハワは、うんざりするほど退屈だ。私やっぱり鶴ちゃんを悪い人だとは思いません。よっしゃ。やばい、街に。今の見た？ああ、分かったぞ。あいつにぴったりの倒し方。極みクリスタル。セレクト。クリスタル。兄弟の力を一つに。魔導を極み、金色の宇宙。
した。ルーブコーリン。あれが大御所様、朝日、ブースカ様、これに大わけが。フィグモン君から聞いたよ。僕がウルトラマンさんを嫌いだと思ってパーティーから追い出そうとしたの。いや、我々怪獣とウルトラマンは敵同士、異能界とはいえブースカ様にもしものことがあってはと。技能、それだけでみんなに意地悪をして追い払おうとしたの。そこでちょっと反省しなさい。ブスカ様、そんな。ダダ君の気持ちは嬉しいけど、そんなんじゃいつまでたってもみんなが友達になんてなれっこないよ。みんなが友達？うん、昔からウルトラマンと怪獣たちはいつも戦ってて、僕はとても悲しい塩塩のパワーだった。だから僕はみんなと仲良くするためのハッピーなパーティーをずーっと昔に考えたんだよ。素敵です。ハッピーは世界を救います。そう、でも今日はちょっと失敗しちゃったけど、今度はみんなでハッピーなパーティーができたらいいなって。その時はアサヒちゃんたちもウルトラマンさんたちももう一度来てくれる？はい、ツルちゃんも一緒に。え？バラサバラサ、約束だよ。それじゃあ僕たちはそろそろ、よいしょ。ナインナインのパン。誰かの友は言った、争いに限りはない、本当なら戦いではない方法で。それにしても反省ってどこまですれば終わりなのだ。だブースカ様、私はいつまで。おお、ピグモン。おい、おい、何、おい、やめろ。どこ、ちょっと待て。どこ、振るなよ、バカ野郎。弾むんじゃなかったよ。顔が近い。怖い。今日はとてもハッピーでした。いつも戦ってる私たちがああやってみんなで協力できたなんて。とんだ大騒動だったもんな。でもハロウィンだけ特別にするんじゃなくて、みんなと仲良く何かしようって思う気持ちを毎日大切にできたらいいなって思います。
いいこと言うじゃん朝日。その方がずっとハッピーですよ。鶴ちゃんだっていつかはきっと。ほら全然取れていいぞ。いただきます。イサミ取って。皆様こんにちは。アイゼンテック社長、三剣咲です。鶴ちゃん。本日は重大な発表をさせていただきたく、こちらの場を設けさせていただきました。我々は1300年ぶりに地球に到達するであろう怪獣を発見いたしました。そこで大変申し上げづらいのですが。怪獣の到達予測は2ヶ月後。それに対し私たちは殲滅活動を実施します。その作戦を実行した結果、地球はコッパみじんになります。逃げられる手段をお持ちの方は逃げてください。でも逃げられない方は、ごめんなさい。ハッピーハロウィン。についての研究だ、カズミ。ああ、今日のクリスタルはこれだ。ダダ。三面怪人ダダ、身長40メートル、体重7000トン、しましま模様が特徴だな。3つの顔を持つ宇宙人で、何でも小さくしてしまう光線を打ちまくる危ないやつだ。次回も見てくれよな。カズミ取材だって。ついにうちの店にも取材が来るのか。そうなんだよ。ってなんだよこの番組は。でも父さん浮かれてるよ。まったく世間は地球爆破の話題で持ちきりだってのに。次回ウルトラマンルーム、明日なき世界。俺色に染め上げろルーム。